さて今回もリプライザルユニバースやっていきましょう。さあ、なんか惑星ラブっぽいんですが、まだここだよね。多分この回ってる丸の数がマップ数っぽいですけど、まだ結構ありますよね。左下ニパーって書いてあったけど、もしかしてまだニパーしか終わってないのかな。まずじゃあ相当ありますが、まあ行きましょう。ここはね、マークが4つあるんで、まさかの四つどもえですかね。大混戦になるんじゃない？ちょっと内政を長めにしてね、スコア稼ごうかなってちょっと思ってるんですけど。まあ、マークっていうか、あれだね、敵を倒すだけっぽいですね。あ、トーテムとかないみたいなんで。まずは押し下げようかな。でかい場所にしたいですね。まだポイントがないので、こんな感じで合わせて、まだちょっと高いのかな？感覚がつかめないですね。あー、なるほどなるほど。こことこことここでまた高さが違うのか、今。なんかマークつけられましたけど。赤がいて、わ、いいね、整地してるね。黄色、あ、黄色も整地してる。まずうちだけだね、整地できてないのが。別でやろ。じゃあ。ここ下げちゃった方が早いか。下げて、ここに向かえばいいよね。つまり。うわ、なんかされたぞ。人数でね、変わってくるんで。ちょっと人数に期待するしかないか。いいえ、こうやってね、もう大きくします。ふんだんにポイント使いましたが、これでまあ2つできたね。いい、村ですかね。城みたいなものにしていきたいですが、よしよしよし。こうすればね、優位性はちょっとは取れるかな。もう少しただ。土地を変えて。これはどう？これでいいですね。よしよしよし。まずは底力。敵いる？ちなみに赤いて。黄色と緑がすごいんで、赤をちょっと痛めつけるか。俺だ。神の力ですね。お互い土地がね、汚くなってくんで、もうこっち燃やされてますけども。いやー、結構痛いなそれ。よっしゃ、行くぞ行くぞ。上陸だ上陸。長くない、燃えんの。2つマークついてますね。いや、ずっと燃えてるんだけど。しつこい神がいるもんだ。沼にしようかな。じゃあスワンプ。フォレストがいまいちわかんないね。フォレストじゃないか。あ、ほわ、一回で終わってるわ。こうやってね、低くしてあがげれば、戻るんでいいんですけど、おっと、敵だね。大都市気づいてますね。いつの間にか。まあ、特に戦闘にしてないですが、これは戦うことになるかな。本土が痛いですね。こっち燃やすか、じゃあ。燃やします。雷ドン。報復だね。誰がしてきたか知らないんで、全体的にやっていこう。
この辺合体しないですね。もうちょっと高くするしかないかな。上にいるぞ。まあいいよ、ファイトにしよう。うわぁ、そこあったっけ。で、だいぶ進んでますね。燃やしてるの。いけいけいけ、そこにさらに突っ込め。ここ取ってほしいけどな。裏赤くないですからね。入ってくれてるね。よしよしよし、行きゃいいんですよ。黄色味方じゃないよね。全然取りに行かないけど。おおどういう攻めこれ。赤一点集中してますね。もう落ちたんじゃない。赤取れたっぽいですかね。どっかにマークだけあんのね。あとはこれか。まあ、燃やしてもいいかもしれないね。あそこまで行くと。さあ緑色は大して変わらず。ここにあるのがね。なんとかして取りたいですね。これ取れてるかな。まあ、取れてはいるか。足りないんですかね。うわ後半えぐいな。こっち後半っていうか後衛やばいですね。こっちもやるしかないか。敵は直してるんですかね。まだ疑いがね、もう大変ですよ。戦後のことを考えていないわけですね、これね。荒れ果てた土地が残るだけです。ユアリーダー、ジャストダイって言われてましたけど、大丈夫なんですか？この辺にあ、ないか。さあちょっと整地でもしようかな。こうなってくると。こうすれば、どん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 強化されていくと。やっぱ高さを統一路がね、強くなるので、そこは狙っていきたいね。さあ、これポイント高まるのかな。さあ、敵の設定は家マークなんだね。残るは一つ。強引な押し切りで終わったかなと。なんか出し方ないんですかね。今日こうやって出してるけど、一括があったりしないかな。それこそ神の力でね、一斉ドンみたいな、ないんですかね。さあまあマップのね、どこかこの辺かな、当店もあるんで、それの回収をしていきますが、まあとりあえずはね、発展かな。これ大きな一つの島にね、発展させて、よし、まずはこの中でやっていきましょう。どこだっけな、先にマークつけといてもいいかもね。
ウェイポイントで、あ、これだこれ。あー、ちょっと地形を後で変えようかな。じゃあ、ゲン沼。開幕、開幕。やっぱ嫌がらせは送金ですね。さあ、どこまで大きくなるのかと。巨大な王国にしましょう。うわ、これ強いな。これもう強いですよね。フォレストって何なんですか、ちなみにこれは。あー。なんか資源って最初、ウェイポイントでなんか取るみたいなのありましたが、そっから資源何に使ってるかわかんないですよね。誰かが取ったりしてるんですかね。ウェイポイントなしは取らないのかな。これはいけるね。ウェイポイントに向かうように設定しましょう。つないじゃいます。さあ、抵抗できるかな。沼です、沼。ああ、しまった。味方が飲み込まれていきます。あ、でも黄色も来てますね。ちょっと土地を作るかな。そして敵の発展に寄与するかもしんないけど、まあ行きやすくね。いや、これ強いわ。なんか入ってますね。あ、家作ってんのかな。さあ、我々の目的地はね、もう奥ですから。で、沼はこうだね。都市のもうほんと真ん中にやれば、出てきた敵が飲み込まれる可能性が高いと。ほら、飲み込まれましたね。そういった遅延行為ができるわけですね。アンチゴッドパワー的なやつないかな。今んとこ壮絶な打ち合いですよね。ここか。何かのプールですね。系統でわかるか。お、一応ウィンドウ。天候なんですかね、これはね。水に使えるみたいです。嵐なんだな。あれはどう使うんだろう。あ、間違えた。まあ、この巨大王国からの発見で終わらせましょう。で、ちょっと調整しますね。ここ的に使えるのかな。例えば、あえて、こう黄色とかは無理ですからね。作ったとして、ここから出せば。あ、その辺の土地が消えるってことかな。そうなんだ。まあ、まだ来てるか。終わりそうかな。さあ、これ勝手に上がれば出るはずなんでね。いつもね、こうキラキラしてますが、多分今は出るようになったかなと。なんかフラッグスピードがあったんでね、スローからノーマルにちょっと変えてきたので、違いがあるかもしれませんね、出現率について。まあ、これ神がなんかプッシュしてるわけですよね。つまり追い出してるわけですから、人を。そうじゃない方法で勝て出すみたいなのも有用ですよね。まあ、彼らの文明の力に頼っていくと。
基本的には人が勝手に出てくる中で、まあ繁栄するための土作りとか、そういうのをね、サポートしていきたいね。少ないね、ポイント。内政不足かな。ちなみにここにね、あれ、出てないか。ここに出るんですけど、フラッグスピードっていうのがあるんで、これをちょっとね、スローからのぼりに変えてきました。まだもっと速くなるみたいなんですけど、まあ、ひとまずはいいかな。これは倒すだけっぽいね。前回ね、おっと。前回ね、なんだったら、塔的なものをね、直したりしたわけですが、そういうのはないのかな。どう作ろう。まあ、あれか、神パワーがないか。どこまで発展したらやんなくていいかな。てか、近くない？で、神から得るこの力、神じゃないね。人から得るこの力で、どんどんね、拡大していくと。まずは土地作りだね。おー、やるね。赤もね、挟まれてるな。これ結構大変かもしんないね。こっち行こう、こっち。楽園作ろう、楽園。広がり方が自由だね。よし。もう神支援型でいきましょうか。まずは、おお、やるね。黄色沼。黄色火災。使えるかな？これでさ、下げて。どうなってる？もう一回やりますか。敵が上げてたのかな、さっきね。どうなんだろう。出す。で、これで変わるでしょ、土地が。で、それを私がさらに下げていくと。どうだ。うざいだけじゃない、これ、きっと。お、できてる、できてる。黄色は戦いたいんだね。燃やしといてと。赤沼行くか。ああ、でも、赤死にそうだね。ああ、いい。やっぱ聞いてるね。やっぱその辺の土地がえぐられるんですね。ほら、勝手にやれてますが。はあ。で、さらに神も自分でえぐってくるみたいなね。そういうことができるわけですね。見とくか。どんくらい出んの？勝手に。今出してないですけど。この旗が上がるといいんだよね。多分。こことか分かりやすいと思うんですけど、上がってってるよね。それに応じて少しは出ると思うんですけど。どうだ？結構かかんのかな？家は長いんですかね？その出るデュレーション期間が。あ、もう出たが遅いね。あ、ならやっぱその意味で重ねていくのか、こうやって。個数が断然出るわけですから、こうやってやれば放置しといた時にも強いのかな？どう使えばいい？これ神の力を。すごい入り組んでるんだけど。まあ黄色、
あ、黄色いるけど、うちのもあるんですよね。まあ、土地作ってあげるか。できる限りいい拠点を作っていく方が軍は増えるわけだね。まあ、燃やした、燃やしたな。よし。沼。雷。炎。そしてここにあるね、村が。これ発展させたいな。まずは、紙の拡大で、山をね、一気に掘り下げて。あ、その辺敵の土地ね。で、我々の軍の底上げをしていくと。さあ、一応さっきまでがね、出しまくり戦術でしたが、ちょっと紙も高度になりまして、文明発展の方向でね、彼らの、その進行スピードで勝っていくと。そういう方法に出ましたね。これちなみにこうやって出した時、まだ使ってないんでね。さあ、どうかな。まあ、しつこく沼を使うよ、もちろん。赤滅んだ。あ、滅んでますね。黄色、何、剣マークで来んの？無理じゃない？それは。力量の差考えた方がいいよ。どんどん行きますからね。まあ力を使ってやってもいいですけどね。まあまあこれくらいいけるでしょう。さあどうですか。各方面から来てますからね。こういう戦い方いいね。発展しまくってね、押し切れる。まあ、逆側から送るみたいな。終わったかな？あれ、もういないと思うんですけど。終わったね。いや、余裕ですね。うわ。えげつなく作ったんだろうね。7000ポイント。よし、もう一戦だけ行きましょうか。あれを倒せばいいのかな？うち逆に、ドン引きすれば、あ、あれ違うわ。トーテムだ。勢力じゃなかったんだね。なるほど。出しといて。じゃあ、ウェイポイントは、こうか。ああ、なるほどね。突っ込むか迂回するか。選択できるわけですけど。あ、一段上げた方が早かったかな。ちょっとミスりましたね。まあ、でも一個のでかいものができたんで。いいとしましょう。ちょっと右に展開しよう。うち、あ、でもあれか、赤弱いんだろうね、これね。黄色が強くて、大変ってパターンか。うちもここに王国を作った方が早いな。こんなもんですかね。一応整えようと思ってるんですけど、ちょっと余りが出ちゃいますね。まずはこの中をしっかりと、整えて、燃やしましょう。あいつら同士がやってるね。ナイスナイス。我々の道を行こう。もうこのサイドギリを拡張していこう。OK。
まあ、まだ繋がってないから、あっちに行くしかないよね。燃やされると弱いな。報復するか。敵の報復な気もしますけど。沼ないですね、今回ね。なんでだろう。禁止があんのかな。ウェイポイントしときますか。マーカー無視して、まあ、突っ込んでいく感じですかね。いや、痛いな、これ。こうですね。こうすれば事実上無傷であるよと。あ、繋いできたの？正気とは思いませんね。我々とやろうとは。あえてやろうとしてもね、気は。迂回、あーでも、つくね。あー、この辺は何もできないのかな？両回転がいいんですかね。よし、ここ広げるぞで、こういうちょっと絵があるところはこうやってねやってあげれば発展するんで、ね、こうやってね吸収していくと。吸収合併 M&A です。ウェイポイント行くにはまだ早いかな。もうちょっとこの辺欲しいよね。あとまあ燃やそう。あとは燃やします。流れるように燃やしていきます。でちょっと嵐の方もね逆側からつけていきましょう。あ、やばいな。ウェイポイントを削るんじゃなかったんですけど。あ、いやー、ちょっと。ウェイ周辺はちょっと収集したい。うわ、強いね、これね。あ、こんな強いんだ。おーおーおー。クリーンヒットしたね。クリティカルヒットですか？今風になれば。なくなっちゃうルートが。ルートがなくなっちゃいましたね。驚きを禁じませんが。ちょっと強すぎたか。こっちから見ましょうか。うちに被害来るまであるんですね。再建がめんどくさいな。ちょっと行かないといけないんですね。内側から向かうとして、行け、ウェイポイントへ向かえと。大号令かけますか。あれ行ったんじゃないか。強引なウェイポイントへの進軍。作ろう作ろう作ろう。もうガッツリ敵地だけどね。さあヒーローですね。ヒーロー、あ、これか。使った瞬間なのでね、ミオタウル。ユニット強化的な感じなのか、ヒーローですもんね、なんか、出てきたりすんのかな。すぐ来たね、ヒーローミオタウル。使えないよ。一回限りかな。使うタイミングが合ってるかも分かってなかったんですけど、さっき。
なんか一応リーダーがいるらしいんでね、その辺の関係なのかな。さあ、もうそのままね、戦い見ていっていますが、まあ、どん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 ね、後ろの方から来てるんで、それを中心にね、圧倒してるかなと思います。バイグってリードいるの？海から嵐、逆サイドからは強大な軍と。エルファイが減りますがね、関係ないと。うちの兵も溺れています。終わったでしょ。あ、まあ、若干兵が残ってるな。こいつだね。こいつめっちゃいますね。おやるなあいつら。なんか無駄に強いですね。ミノタウルいるんじゃないの。ミノタウル、さあ一回限りなのか分かりませんが、あいつ強いな。止まんないですね。強くない？あ、終わった。万有もシストいったところか。一人の能力ではどうしようもなかったですね。さあ、なんか一回ね、能力を確認する部分ないのかな。手持ちのね。結構増えてきたと思うんですけど、フォレストとかね、ちゃんと見たいですが、これ進んじゃうもんね。まあ、ここのオプションからだと思うんですが、ここでまあ設定変えるでしょ？ムードは画面の色味かな。あ、ズームそうじゃないな。そうなるんだね。ゲーム中ズームないのかなって思ったんですけど、なさそうですかね。ここにチェンジフラッグスピードってあるんですけど、まあ、スピーディーとかありますよね。スローをノーマルにしてまして、まあ、ちょっとこれはゲーム進むときにちょっと変えてこっかな。もともとがスローだったんでね。低いのがデフォルトだと思うんですけど。お、あ、新しい力っぽいね。血の雨みたいな感じかな。クラッシュ。